おは、こんばんは、あきです。今回もアークモバイル実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はダンジョン攻略でもなく、建築でもなく、復活テームではなく、今回はダンジョンを始めたいと思っている方、またはダンジョンをね頑張ってるけどなかなか勝てない人に向けての、まあ、初心者講座的なものを出そうかなと思ってます。じゃあ中級者、上級者の方はちょっと物足りないかもしれないんですけど、まあ一応聞いてくださるとありがたいです。はい、まあ今こうやって画面出てるようにアイテムなんですね、持ち物なんですけど、まず最初に剣、これ至高の剣ですね。まあ大体、まあ、一番いいのがケレンケレンのミッションで達成したら至高の剣がもらえるらしいんですけど、私はもらってないまくってねまあそれでもらうのもありだし、私みたいにアーティファクトをオビリスクに捧げて設計図をもらって作るもありだし、もうそろそろね、あのイースターイベントが発生して、あのマップ上にフリーギフトが散らばるみたいなイベントがあるんですけど、そこでたまに剣があるんですよね。それを、増殖バグで増やすっていうのもありです。マルチプレイの方はできませんね、もありです。剣結構こだわった方がいいです。次、ポンプアクション式ショットガンです。これはね、つわものの洞窟かな、つわものかの洞窟のアーティファクトをオベリスクに捧げると、まあちょっと確率はちょっとあまり高くないんですけど、設計図がもらえます。その中でも私は一番バランスのいい耐久値2390のダメージ179のショットガンを作っています。まあどっち、これ難しいんですよね。ダメージでかいんですけど耐久値低いとかあるんで、私はちょっと深刻な鉄不足のために、耐久値高いやつを選んで、まあいいダメージのやつを選んでこうなっています。フラッシュライトなんですけど、はい、こんな感じです。光ります。はい、光ります。これなんですよ、ダンジョン内って結構暗い時あるんですよね。そのために罠とか踏まないように下を照らしながら歩いています。そのためのフラッシュライトです。はい、投げ縄、これダイオドンだったりダイヤウフ、サーベルタイガーとカエルなどをね、投げ縄で引っ掛けて後ろから剣で殴る。でたらショットガンの弾の消費を減らすためのアイテムとして使っています。あとトロードンだったりとかね、結構必要です。はい、コンバウント棒、これ別に弓矢で大丈夫です。クラゲ倒すようなんで、正直クラゲが出てこなかったら正直使わないですだね、結構私がいつも利用させてもらっている神ゲー攻略様がね、ダンジョン情報出してるんで、あ、今日はクラゲやからコンバウント持っていこうみたいな、今日クラゲないからまあなくていいかっていう選別をしてください。はい、あのサイトはいつもお世話になっております。ありがとうございます。次、水筒ですね。水筒は2つぐらい必要です。この画面でね、映ってると思うんですけど、この興奮剤、これ使うとね、喉がめちゃくちゃ乾くんですよね、水分が。そのための水筒であり、ダンジョン内もね結構走ることが多いんで結構喉乾くんですよね。そのための水筒は基本的に2個持っていくことがいいですね。基本的に2個、私はたまに2個持っていきます。そして回復、まあ基本的に、まあ、絶対必要です。忘れていったらもう終わりです、負けですですので絶対忘れてはいけないです、回復はね。人参、これ人参は別にじゃがいもでもいいし、こんがり肉でも大丈夫です。ただ単にちょっと腐りにくいっていう点を置いて結構重宝するので人参を使っています。しかもダンジョンボスで低確率なんですけどノクティスが出るので、この10倍光量と一緒に使うので一応人参にしております。はい、次ライオットシールドですね。これは別に名工以上の方がいいです名工以下は正直ちょっと耐久値の問題が発生して、まあちょっと使わないですね。次、これね、まあ、ショットガン、まあどうやろう、まあ、最初にこれつけますね、ダンジョン内では。ほんで結構壊れやすいんで、壊れたら2つ目壊れたらなしでショットガンっていう形にしてます。ショットガン弾、
これ基本的に今合計84発何倍やったっけ、90か90発なんですけど、私はめちゃくちゃ怖いんで一応300発持っていってます。これがね、ほんと鉄不足の原因にもなってますね。はい、はい、鉄製の矢、これも一緒ですね。これもこんばんとぼ、クラゲが来ないときは持っていきません。結構重たいんですよね、これ重量が。これ20グラムぐらい、220ねえあるんで。はい、松明、これは何か持ってたこれは何か持ってた、知らんけど持ってた。はい、投げ縄、投げ縄先に説明した通り一応20個持っていきます。トンボ、アスレチック、まあ最近はねアスレチックでトンボ使ってます。めちゃくちゃ便利です。で最後に興奮剤、興奮剤はねトロオドンだったり、あのカルコテリウムが出てきたり、あとプルロビア、カエルなどで昏睡値が上げられやすい生物がねたまに出てくるんで一応持っていってます。はい、装備ですね。はい、こんな感じで、まあまあ結構高いですね、全体的に。これも意外に高い。うん、これもこれ下の方が強いね。うん、これも下の方が強いね、これも下の方が強いねマジ、まあ装備は基本2セットがいいです。ダンジョンの立ち回りなどはね、まあ即死壁だったり、あとつららやったり、それ攻略方法はね、もうとにかくやると、あとねスマホの容量がね、スマホの容量がいっぱいあれば、まあ、画面キャプチャーでタイミングとかをひたすら見る、壁だったりアスレチックだったり、絶対に行くタイミングはあるんで、それはもうやるか勉強するしかないです。ダンジョンボスは私何回カルコテリウムみたいなやつ以外は全部やってるんで、よかったら再生リストに、概要欄に再生リストを置いてるんで、よかったら見てください。これぐらいかな。あ、そうそう、告知いいですかちょっと真面目な話なんですけど、告知いいですか。まあ、基本的に前のとだいぶ前の動画言ったんですけど、毎週水曜日と金曜日は19時動画投稿しております。基本的に水曜日は、ダンジョン攻略、ほんで金曜日はテーマ動画だったり、こうやって雑談、絶対なんだろう、あと検証動画、あとバグとかを動画にしてます。月曜日はね、ショート動画をちょっと2週間に1回か1週間に1回、プラス別ゲーの実況動画などを上げようと思っています。よろしければ月曜日も水曜日も金曜日も見てください。全部19時投稿予定です。はい、あと今チャンネル登録募集してます。できる、あのね今年中に登録者を1000人行きたいという心を守っていて、正直最近ちょっとね、やっぱ停滞期というか、チャンネル登録者数の停滞期もあって、ちょっとモチベが下がっている部分もあって、やっぱりねチャンネル登録1増えるだけでもめちゃくちゃ嬉しいんで、この動画良かった初見の方はチャンネル登録してくださるとありがたいです。もうダンジョン全部やる予定なんで攻略動画も分かりやすくするんで、どうかチャンネル登録をよろしくお願いいたします。高評価コメントもめちゃくちゃ嬉しいです。コメントは本当に嬉しい、1つくだけでもすごい嬉しい。あれね、ちょっと口下手なところもあって、ちょっとそっけない返信になるかもしれないですけど、内心めちゃくちゃ喜んでるんで、コメントしてください。高評価も1つくだけでも嬉しい、全部嬉しい、全部ありがとう全部ありがとうございます。ツイッターもやってます。ツイッターは基本的に、本日何時投稿予定、次の水曜日何時計とか、何時計じゃないね、何時投稿とか、次の動画は何々で、今回のダンジョンは何々が難しかったなどの、まあ、アークモバイルを中心とした、投稿しています。進捗情報とかもねもうツイートしてるんで、よかったらツイッターのフォローよろしくお願いします。これぐらいかね。アンキロ君どう思う？
あ、ダイヤウェイちゃん久しぶりだね。君はね、また別日に、あ、手振ってくれるの、ありがとう。かわいいね君。君色もすんごいかわいい。というわけで、今回はこの辺でお休みいただきたい。近く、もういつになるかわからないですけど、ちょっとテーマした恐竜たちを紹介しようかなと思っています。では次回の動画でお会いしましょう。いい声出すわ、頑張って。はい、次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。ダセーわー。